今日のニュースです。はい、今日のニュースをお願いいたしましょう。旅に出ました。どこに行ってこられましたか？幕張メッセです。ちょっと旅というよりちょっと行ってきた XJAPAN のコンサート。それはすごい。それは旅以上にすごい。入場できなかったんです。延期か中止か、チケットがないから。よう行きましたね。それはもうチケットないのに行ったっていうところ自体がすごいわ。でも、XJAPAN の人たちと写真撮りました。なんかありえそうにないけど。それでは VTR スタート。いや、そんなショックないですって。続きはウェブで。あ、ブログに写真を載せてるっていうことでよろしいですか？はい、ブログのここに載っています。あ、さっき見た写真ですわね。あの髪の毛こうやって立ってた方ですよね、これね。XJAPAN の人たちは社交的でした。 XJAPAN のファンの人たちですね。可愛くて優しい人ばっかりで、いや、ヘビメタの人、それはね、あんまり言ってほしいないことですけどね。これ、私はね、花とフラワーの博物館に行きました。博覧会かな、幕張メッセの。これを手に入れました。うわ、すごい。そうです。うわ、やっぱりおかん、これ撮るのを忘れておられませんかね。ああ、そうですよね。これなんですよね。バラ四種。コロンビアの国のお姉さんが。これね、めっちゃ綺麗なんですわ。すごい技術使ってるんですよ。このバラの特徴をいっぱい話してくれました。それでは、その特徴を今からどうぞ。いっぱい忘れました。はい。すっかり忘れてしまいました。ただ綺麗なだけでいいです。ありがとうございました。